最新ボイスロイドはここまで来ました。微妙なイントネーションコピー調整、よーっと待ったー。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーしスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。早速ですがボイスロイドとは何か。こちら株式会社 AI が開発、とても人間的で自然な音声合成を手軽に作り出せる高音声合成音声エンジンによって AHS が制作したソフトウェアです。なお高バス音声合成システムに加え、微妙なイントネーションやスピード調整、音声ファイルを作成することができます。高バスベース音声とはお好みの文章や言葉をテキストに打ち込むことによって、ちゃんとそれを読み上げたり保存することができます。またボイスロイド2からは異なるキャラクター間の会話や感情を自然に表現することができます。はい、そんなわけでですね、今回ボイスロイド2ついなちゃんを購入しました。開封の儀とやりたかったのですが、間違ってですね製品版ではなくダウンロード版を購入してしまいましたので、物が手元にありません。パソコンの中に入っております。ついなちゃんなんですけども、声優門脇麻衣さんをベースに制作した入力音声読み上げソフトです。ついなちゃんとは2011年2チャンネルによって日本鬼子のライバルとして生み出された文化研究萌えキャラクターで、制作者は漫画イラストレーターの大変里咲さんが描きました。ついなちゃんは飛鳥時代から節分の儀式であるイメージキャラクターとして考え出されており、同儀式に登場するとされています。2017年1月17日はの寺院に公認され、本台に特大アクリルパネルが設置されました。概要欄に載せてます。さらに同年11月12日にはを招き入魂の儀式が行われ、不動明王の下で修行する菩薩という扱いになり、信仰対象として祀られるようになった世界でも珍しい神仏として信仰されている萌えキャラクターです。はい、というわけでですね、自己紹介お願いします。鬼を退治する役目を担う2月3日生まれ14歳、ついなです。額に黄金四つ目の赤い肩正面陸装をつけ、矛と盾を持ち高下駄を履いています。髪は特徴的にロールしたツインボリュー。はい、というわけで、そんなわけで今後監督ラボの音声アシスタントとして何度か出てもらう予定となっております。ちょっと待ったー、どうもー。その声は信玄じゃ。信玄さん、説明しよう。田中信玄とは監督こと竹中徹が自主映画休止後に復帰した単独監督作品イカサマジャンケンに登場するキャラクターだ。本作は初期作品でたびたび登場した乗り移り系の話、ぶっちゃけた話、出てくれる役者がいないがために苦肉の策としてはみ出されたテンプレート作品である。話を戻そう。イカサマジャンケンではアフレコも監督自ら吹き替えている。そんなわけで渾身の一作となるはずであったのだが、いや待てよ、信玄さんは梶江に奉納したはずだ。皆の者待たせたな。どうもはじめまして、ご紹介に預かりました。消えた田中信玄でございます。次回からこのチャンネルは信玄ラボとしてリニューアルいたします。主に商品レビューや私信玄の心が響いたものを徹底的に厳選して紹介するエンタメレビューなどを中心に様々な動画を出していく予定です。信玄どこ行った。チャンネル登録、信玄ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。あのこれ私初登場なんですけど、不動明王のもとで修行する菩薩、不動明王の不動明王のもとで修行する、不動明王のもとで信仰対象として祀られることになった信で、ここでその声は信玄さん、その声は信玄さん。説明しよう。あれ待てよ、でも信玄さんは果樹園に奉納したはずだぞ。ちょっと待て、そんなキャラクターじゃない。